ピエールジャンヌレは、スイスの建築家。ルコルビュジエとはいとこにあたり、コルビュジエの重要なパートナーとして、事務所の建築実務を担当した。1896年、ジュネーブに生まれ、ジュネーブの美術学校で建築を学んだ。1920年から22年まで、オーギュスト・ペレとその兄弟が経営していた建設会社に勤め、1922年からは、 いとこのル・コルビュジェと事務所を設立し、共同体制をとった。1927年からは、事務所に入所したシャルロット・ペリアンとコルビュジェの3人で、LC シリーズに代表される家具のデザインを手掛けている。第二次世界大戦中、ジャンヌレは、フランスのレジスタンス運動に参加したが、コルビュジェは、ナチスドイツに協力的なビシー政権に組みしたため、2人は、たもを明かすことになった。 その後、ジャンヌレは、独立し、ジャンプルーベとの共同などの活動を行った。第二次世界大戦後、ジャンヌレはコルビュジエに再度壊れ、マックスウェル・フライ、ジェーン・ドリューと共に、インドのチャンディーガル都市計画の計画及び設計に、従事した。ルコルビュジエが、チャンディーガル都市計画を引き受ける条件の一つに、ピエール・ジャンヌレが現地で監督を行うことだった。ジャンヌレは、 ルコルビュージへの提案を承諾し、チャンディーガル都市計画で重要な役割を果たす。そして、初代、チャンディーガルチーフアーキテクトに就任するなど、インドの近代建築の発展に寄与した。1951年から14年間滞在し、1965年には病気のためにインドを離れ、1967年に死去した。その後、遺族によって彼の遺械は、 チャンディーガルの北東部にあるスクナコに散骨された。多くの彼個人の作品がチャンディーガルに残されている。彼はモデュロールやコルビュージエの建築言語、ブリーズ・ソレイなどを利用し、設計を行っている。主な作品は、パンジャブ大学内にあるガンディバワニや、大学施設、セクター17のバスターミナル、マウントビューホテル、7000個近く建設された。 集合住宅などがある。ありがとうございます。